石井康子は、日本の薬学者、学位は博士、静岡薬科大学薬学部助手、テキサス大学サンアントニオ号、ヘルスサイエンスセンター研究員、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。静岡薬科大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。1976年3月、静岡薬科大学を卒業した。なお、 高年になって、アロイの射下作用に関する研究と題した、博士論文を提出し、1994年に、静岡県立大学より、博士の学位を授与されている。大学卒業後は、1976年4月に、母校である、静岡薬科大学に採用され、薬学部の助手となった。薬学部においては、薬品分析学教室を受け持った。その後、 静岡薬科大学は、静岡女子大学、静岡女子短期大学と統合再編され、新たに静岡県立大学が発足した。それに伴い、1987年4月より、静岡県立大学にて薬学部の助手を務めることになった。薬学部においては、薬品分析学教室を担当した。なお、 静岡薬科大学は在校生が卒業する1990年3月までは引き続き存続しており、その間は静岡薬科大学の薬学部の助手も兼任していた。1996年2月から5月にかけて、及び同年7月から8月にかけてはアメリカ合衆国にわたり、テキサス大学サン・アントニオ校にて、ヘルスサイエンスセンターの研究員を務めた。 2002年4月、静岡県立大学にて薬学部の講師に承認した。薬学部においては、臨床薬剤学教室を受け持った。同時に、静岡県立大学の大学院にて、薬学研究科の講師を兼務した。その後、大学院の一部に研究員、学部制が導入されることになり、薬学研究科と生活健康科学研究科が、 統合され、2研究員1学府に再編された。それに伴い、新たに発足した薬学研究院にて、2012年4月より講師を兼務することになった。大学院においては、主として薬食生命科学総合学府の講義を担当した。2019年3月31日、静岡県立大学の講師を退任した。専門は薬学であり、 特に臨床薬剤学、臨床薬理学、薬品分析科学といった分野の研究に従事した。具体的には薬剤の投与を最適化するため、病態や生理学的な影響について研究していた。また、微量な天然物の,の成分を分析し、その生理活性についての研究に取り組んだ。学術団体としては、日本薬学会、日本臨床薬理学会、 日本分析科学会、質量分析科学会、オ療マススペクトル学会、日本医療薬学会、日本医薬品情報学会、日本薬物動態学会、日本薬理学会、日本生科学会、日本化酸化資質、フリーラジカル学会、和漢医薬学会、などに所属した。ありがとうございます。